さて、世界のプロレスアジア編4カ国目ですかね、私シンガポール共和国にやってまいりました。ご存知マーライオン兄さんですね。はい、この、まあ、11月もそろそろ半ばだというのに常夏です。めちゃめちゃ暑いです。今日はですね、このシンガポールの、プロレスというものを探っていこうかなと思います。シンガポールには現在2つほど団体があるんですけれども、その中でも新しい方の、グラップルマックスという、団体、こちらの今日は道場にちょっとお邪魔して、何やらニコプロ世界の、プロレスアジア編向けにちょこっとした道場マッチをやってくれるということなので、これからちょこっと行ってみようかなと思います。ではシャワーみたいな。なんとなく乗ってきた路線バスを降りまして、これからグラップルマックスの道場になんとなく向かいたいと思います。なんとなく向かってますが、まあ観光客は絶対来ねえなっていうエリアなので若干不安ではあるんですけども、まあなんとかなるやろうという精神で動いております。さあどこだ、グレックに言われた場所へテクテクと歩いていこうと思います。ああ飯屋がうまそうだ、フードセンターとかある。よし頑張って歩くぜ。なんか建物が超かっこいいですね。ヨーロッパって感じがして、ただ人通りは少ない。このあれですね、 KTV といいますとあれですね、ニコプロミンが大好きなあれですね。さあちょっとね、本当のこのシンガポールの裏道っていうところをガイドブックでは絶対に生かさないような感じでちょっと行きましょう。バナナが売ってますね。完全に道に迷っておる。いや、プロレスのね、道場を探してるんですけどもね、明らかに違うものを見つけてしまったんですよね。多分リングはないはずなんですけどね、ここに入ってきたらまさかのリングがあるっていうね。でも多分ここじゃないはず。あれ、いやここかな。
あった正解だ。はい、ま、発見発見、目の前通過してた。あーグレークというわけで、こんな飲み屋街に突然ポツンと現れたムエタイジムなんですが、ここが現在のグラップルマックスの道場ということですね。で、なぜみんなリングで練習しないのかというと、これ完全にボクシング用のリングだからですね。下がもうこんな感じでなっておりまして、4本ロープのもう完全に4本目のロープにグローブで腰まくってあるんで、まあ、みんなこういうところでトレーニングをして、まあ合同練習とかはね、この横にこういうマットを敷いて、まあ、マットプロレスの要領でみんなを練習しているということなんですけれども、まあ、近日中にリングが来るでしょう。お調子者のデイブですね。こんばんは皆さん、はい、日本のオタクですね。あ、いやオタクじゃないです。何ですか。いやちゃんと日本語の授業をもらいましたから。あ、じゃあオタクじゃない、ま、でも台湾でフィギュア買ってましたね。そうだっけ。勝てた。逃げるな逃げるな。ね、代表のグレッグです。はい、よろしくお願いします。で、Hello. Hello. Good to see you. Thank you for coming today. Yes. Yes. I'm Dave. Teach Japanese everyone. Please teach. 今日は来てくださって、本当にありがとうございました。Good, good. はい。こんなに日本語が喋るのに日本には来たことがありません。そうです、はい、ありません。そして今回も来ません。そう、今回も来ません。はい、Japanese wait for you. Wait coming for you. Okay. Yeah. Very excited. 楽しみです。はい、来てください。さあ、こんなジムですが、こっちがね、もう今日ちょっとさっきはもう閉まっちゃったんですけど、この奥がムエタイのジムになってまして、ボクシングとかね、そういう立ち技系のジムになっているところで、でこの反対側に行きますと、ウエイトのね、すごいめっちゃしっかりしたラクがあります。ゴムチューブからね、何から運転的なものですね。で、これも誰が興味あんねんって話なんですけど、ダンベルとね、このメディスンボールとね、はい、で、これベルですね。これがね、いいんですよね。なのでかなりこの日本と比べても育成環境は恵まれたジムなんじゃないかなと思います。これがね、いずれプロレス兼用のリングになって、もっともっとみんなのスキルが上がることを楽しみにしましょう。お疲れ様です。ショート110、お願いします。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10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  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hands up. Okay, clap. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Thank you. お疲れ様でした。お願いします。Please, please. That's all I know in Japan. Okay. No. 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 What's that? おやすみなさい。Yeah. Watching wrestling fans from Japan. Yeah, pacing a bit off.
Chun Chun. Oh, you are so cute. Chun Chun. Chun Chun. Hola. Wow. Chun Chun. Chun Chun. チュンチュンやっべえなおめえ。チュンチュン。この無防備さ。この無防備さ。チュンチュン。Okay, everybody okay? Okay.
Oh,
type in to broadcasting page. Ah, yes. Thank you. Okay, ring bell. Oh!
nice one. I need time to connect to go. Two, three. Hello, DJ Carl? Huh? Yeah. Cut. Hello, DJ Carl? Greg Glorious. I'm your fan. They call me the Lady Killer. Hi everyone. This is my third time wrestling in Tokyo, Japan. But it's the first time that we as a dojo are going together to wrestle in Japan. And we are super excited. So November 26th, Shinkiba Showcase at Shinkiba First Ring. Everybody, please come. We need your support. Thank you very much. Thank you. Thank you. 今回ですね、グレグ選手は3回目日本に行きます。でもグラップルマックス道場の皆さんは初めて日本に行きます。だからすごく楽しみです。11月26日月曜日新木場大会、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ来てください。ありがとうございます。 Are you come to Japan? No. Very sad. というわけで、練習が終わりまして、みんなで飯を食いに来ております。ここは何屋さんですか？ここは、中国料理です。あ、正解。チャーハンや麺いや、肉、野菜、何もかもあります。何もかもあります。はい、OK、楽しみにしてます。めっちゃチャーハン、めっちゃチャーハン、みんなチャーハン、めっちゃチャーハンだけど、なんかすっげー美味しそうなやつ。というわけで、中華料理ですね、中華料理ですね。牛肉チャーハン、はい、と辛い牛肉チャーハンと、豆腐、豆腐、うん、豆腐は豆腐ですね。はい、そう、ジャパニーズ製豆腐、セン、セン、いや、というわけで、美味しくいただいております。さて、シンガポールの朝と言いますか、私大好きなカヤトーストでございます。このカヤジャムというのがですね、このバターがこのトーストで、この醤油と胡椒をかけた温泉卵につけていただくのでございます。久しぶりの、行ってみましょう。さて、私はなんとなく市内中心部のバスターミナルにやってきました。これバスターミナルなんですね。すげえちっちゃい感じですけど、そうですね、これ何のバスターミナルかと言いますと、全部行き先は一緒なんですけど、シンガポールジョホールエクスプレスターミナルと、書いてるわけでして、要するに国際バスです。ここから隣のマレーシアのジョホールバルまでバスで行けるんですね。なので今日は特に意味もなく国境を越えてみようかなと思います。このバスですね。
さて、世界のプロレス番外編というか、別にプロレスを求めてきたわけじゃないんですけど、私は今マレーシアのジョホールバルを歩いております。なぜ来たかと言いますと、ただ物価が安いから。シンガポールから川を一つ越えるとすぐにジョホールバルなんですけれども、物価が3分の1ということで、まあね、街の雰囲気もちょっとイスラムの国だなっていう感じで、あのね、女性がこうあれ、なんだっけ、あれをつけて歩いてたりとかで、まあ日帰りでね、フラッとこう来ちゃったので、何かちょっと美味しいもんでも探して、ちょっとだけリンギットに了解したので、何か美味しいものを探し求めたいと思います。ちなみに街中はもうこれ全てマレー語の国ですね。全く読めません。まあなんとかなるでしょう。ですね、私のリクエストでバクテーが食いたいということで、このもうほぼすみません食っちゃってますけども、あの友達のバーナードに連れてきてもらいました。日本大好きです。新日大好きです。もう T シャツ見てもらったら、あ、そう、you wear good T-shirts. Yeah, always you wear the New Japan Pro. Yes. 彼の紹介で連れてきてもらったこのバクテというですね、スペアリブを煮込んだスープがちょっと私史上最も美味しいシンガポールフードに認定されましたので、お知らせしておきます。もう店内にこういうあの、なんか芸能人の写真がいっぱいなんですけど、ローカルの人で溢れてます。What name here? What name? Founders バクテ。 Founders バクテというお店、あのこれマジでちょっと放送で住所出しますわ。これね、アジア料理好きな人は食わずに死ねないレベル、マジでやべえっす。